今日のご飯はいつもにない光景ですね。スムージーに味噌汁に魚肉ソーセージにパンにナッツ。おはようございます。脂肪落としたい、膝への負担を減らしたいし、かっこいい体になりたい。シンプルあ天気よっけーあっあっあらら、ちゃんと黒はい、ということで衣替えします。これで見直しが自分の時間を増やすことにつながるかなと僕は思います。これじゃ起きないからね。記念さ、これはあれミニマリストではなくて断捨離ではなくて衣替えです。衣替えめっちゃすっきりした。いや夏のそばはえぐいっしょ。これ久々の七味うまっ。そばにね、卵と納豆を入れるとね、滑らかになってね、めっちゃうまい。40か。いただきます。編集ボットすぎたわ。今日はねカフェ代429円使っちまったから。はい、ってことで皆さんお待ちかね、購入品紹介のお時間です。今日はね、なんだろうねこれね、まあ本なんだよ。本何の本かっていうのはね、俺も忘れちゃったんで、あーこれか。これはちょっと当てらんないわ。クイズしようと思ったけど、正解はじゃん、2040年の未来予測っていうこの本なんだけど、今まで本屋に行って興味のある本をこう買うんだけど、俺って。ちょっと一回アウトプット。食べた後に眠気や疲れ、だるさを感じるには、胃腸や肝臓が発している疲れのサインかもしれません。昼に弁当食った時、仕事の始め猛烈に眠くなるんですよ。なんでもしかしたらご飯の量がちょっと多いかもしれないんで、これからは L から M に変えます。はい。ジンクと水素アプリ、水素サプリか。あれ？今日は5月の4日。5月の4日はお休み。そうだね。そういうこともあんだね。まあ、いっか。お待ちかねのお時間です。購入品紹介来ました。そしてね、何買ったか覚えてない。何だと思いますか？正解はじゃん、雑談の一流二流三流。おはようございます。今3時23分ちょっと待って。でもね、もう爆裂に寝すぎてね、なんか今、何時にアラームセットして何時に何をしてたか、なんか全部もう分かんなくなっちゃった。やばい。ちょっとでもこっから取り返そう。ちょっと家にいたらあれだ、カフェ行く。カフェ行こう、カフェ。はい、今日の夜飯、今日はスパイシーラーバー。今日はね、ちょっとね、ライティネさん飲みたいんだよ。読むでー。今
は9時24分なんだけど、今日昼寝俺爆裂したじゃん。爆裂しちゃったから、今寝ても多分眠れないから、まあ11時ぐらいまで1時間ぐらい本読んで眠くなったタイミングで寝るっていう感じにします。やっぱゴールデンウィーク最高だな。だって時間ができるとやっぱりインスタでアウトプットとかもできたりして、だから平日のこのサッカー仕事の合間でも、極限まで意思決定の量を減らしたり、朝早く起きたりして、時間、脳の余白を作ることが大事なんだなって改めて今日感じました。汗かいてきた。とりあえず本読みます。はい、おはようございます。何時だろう。体脂肪を落として膝の負担を減らすために有酸素を入れてます。最近今日も30分走っていきます。おはようございます。今、今日はナッツと水だけなんですけど、朝食が。なぜかというと、今オートファジーっていう16時間断食をやってて、オートファジーっていうのを一言で言うと細胞が生まれ変わる体の仕組みのこと。週1ぐらいで活動量が少ない日に取り入れていこうかなと思ってます。ここから。はい、帰ってきました。なんとブリオベッカーです。5連勝です。頑張ろう。早く俺もあそこの輪に入れるように頑張ります。やっぱり朝飯を抜くとマジでめっちゃ腹減るんだよね。これはでもほらそうらしいから、今松屋行きたかったんだけどマジで我慢して帰ってきた。だからバナナ2本とプロテインにします。はい、今日の夜飯です。いやもう今日めちゃくちゃ外食したくて、もう牛丼とか焼肉とかもめっちゃ食いたかったんですけど、これ食います。で、まあちょっとの抵抗としてパン1個のところを今日3つにしました。やっぱこうなんか、うん、なんかあるとこうめっちゃ食いたくなるんだよね。はい、ちょっとマジでストレスがやばくてコンビニに歩いてます。グミを食べます。まあなかなかこう人生うまくいかないこともこうあったりして、険しい道のりだけど、まあリアルを発信していきます。僕はありのままを、僕はありのまま静か流星を貫いて、静か流星という人間を発信していこうと思います。って感じで、はい、最後いつものエネルギッシュな自分じゃなくてこんなエンディングになってしまいましたが、まあ、今のリアルです。これが今の現状です。僕のでもここで終わったらあかんねえ、マジで。ここで終わるようなとこじゃないんで、こっから逆襲します。はい、って感じで今回見ていただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では。